大輔の声優コレクション。イエーイ。今回のゲストは緒方めぐみさん、いや緒方めぐみ様。うちのリビングがこんななくてなんだこれだってびっくりして。新世紀エヴァンゲリオン伝説の最終回、衝撃の裏側から、喋り方の感じでそうかな、ひえ、誘白オーディションの恥ずかしい失敗談など、緒方めぐみさんの代表作であるエヴァンゲリオン、悠々白書、この2つの人気アニメを徹底深掘り。緒方めぐみの2大キャラ徹底解剖スペシャル。まずはエヴァンゲリオンの碇シンジ。まあ、今となっては碇シンジイコール緒方めぐみさんっていう印象が強いんですけども、はい、こちらはオーディションだったんですか？オーディションです。はい、オーディションなんですが、一度事務所がオーディションを断っていたらしくて。エヴァのオーディションを断った？一体どうして？たまたまその時事務所が言うたらなんですけど、一番忙しかった時だったんで、まあ、あまりオーディションを僕も入れるのもっていうことで断ったらしいんですけど、そのたまたまその時期にやったセーラームーンっていう作品でですね、番組旅行に行った時に、監督の庵野さんが、セーラームーンの私の役の変身シーンの演出をされてたんですよ。それでその旅行に一緒にいらしてですね、庵野さんに実はあなたに僕の新作のオーディションを受けてほしいんですけど、事務所が断られたんで、それはなぜですかと。で、まあ受けさせてくださいとお願いをして、で、まあ、二次オーディションで入ったという感じ。庵野監督からのラブコールを受け、新地役に見事抜擢。しかし、エヴァンゲリオンといえば声優界で囁かれているある噂が。アフレコ大変でした？テレビシリーズは普通でした。なんか僕ね、一応この端くれにいるじゃないですか、声優業界の、はい、エヴァはすげー大変って、何が大変か分かんないんですけど、はい、噂は聞いたことあるんですよ。そうです、エヴァ半端ないよ現場みたいな。それではここで、そんなエヴァンゲリオンの現場で本当に起こったアフレコ事件簿2選をご紹介。ファイルナンバー1、喉焼ける事件。どういうこと？教えてくれるのはエヴァンゲリオン新劇場版シリーズでセリフ演出を務める山田春さん。そのシーンの時に緒方さんが本当に中に本当にいるかのように苦しくなって倒れす、ほとんど倒れた。これがね、もう本当に僕らもすぐ行って大丈夫って声かけたのをよく覚えてますよ。後で聞いたらちょっと喉が焼けたみたいな話をしてたので、なかなかそこまで声優さんでやってくれる方っていないですよね。喉焼けちゃいました。エヴァンゲリオンって、なんか言う搭乗席といいますか、そこにLCL っていう液体が入っていて、その肺の中まで空気ではなくてその液体で満ちているっていう状態をで、まあ、やってるっていう設定になってるんですね。エヴァと搭乗者がシンクロしているので、痛みを感じるときは同じところに痛みを感じるという、それでその胸を焼かれていて、で、まあ、胸自体がまず攻撃されているのもそうなんだけど、と同時にその LCL 自体が沸騰していて、肺の中まで全部沸騰していると思ってやってくれというふうにオーダーをいただいて、終わった日になんかちょっと喉の調子がおかしくて、あ、ちょっとやっちゃったかなと思って、で次の日にいつもの耳鼻科に行ったんですけど、これは火事の現場で熱い空気を吸った時にこういう状態になります。なんかこの気管の中が少し軽い感じですけど、やけどをしているみたいな状態になっていると。でそういうところにいましたかって言われて、あ、それはまあイメージでその焼けてるってイメージを持っていたから。え、そこに初号機に乗ってましたとは言わない？言えばよかったね。焼くとシンクロして本当に火傷するなんてすごすぎますわ。そんなシンクロ率 100% の緒方さんだからこそ起きた庵野監督との出来事を山田さんが語ってくれましたわ。上波9の時かな、上波9の時に監督がここで息をついてほしい、息っていうのは、はっ、はっ、っていう、この一
つをどうしても安藤さんが欲しいって言ったんだけど、そこだけは尾形さんがそこはちょっと息をしたくないというか、シンジはここでしないと思うっていう意見があって、ただ監督もその尾形さんの意見を聞いた時に、その時すごいなと思ったのは、それならそこの絵いらないって言ったんですよ。それ僕すごい覚えてて、あ、やっぱそれはシンジというキャラクターをやっぱ安藤さんもやっぱ認めてんだなと思って、それだったらそこやめようっていう話になって、その尾形さんが息をしたくないとかじゃなくて、シンジというキャラがこういうとこにいたら怖がるとか怖がらないとか、どんなとこで育って普段エヴァに乗ってどうかとか、そういうのを全部踏まえて尾形さんが演じてくれる時はもうシンジなんですよね。だから僕らの気が付かないところを尾形さんは当然気づくんですよ、シンジだから。あれね、だから尾形さんの場合は役が憑依するんだね。だからその役の気持ちになって喋っちゃうから、そうかそうか、僕たちなんか言われたことなんでもはいはいはいってやっちゃうけどそんなことない、あの子役上がりの悪いところですよね。はいはいはい、子役上がりはね、だけど役が憑依しちゃってるから、もう役の気持ちになってるから、台本読んであこれ嘘だって思っちゃうと、そこで嘘だって言えるんだよね。僕たち多少おかしくてもやっちゃうもんね。やりますね、はい、何でもはい、はいはい、やりま す, ります。そういう人たちが長く生きるんですよ。エヴァンゲリオンアフレコ事件簿ファイルナンバー2、アフレコは白黒でよろしく事件。テレビシリーズは収録自体は普通でしたが、普通じゃなかったのがだんだん絵がなくなっていくといいますか。アフレコでは一般的に作品のアニメの絵がある場合や、線だけで構成された通称線画などに声を当てることが多いのですが、それすらも追いついてなかったんで、最後の方は本当にひどかったので、アニメーションの最終話は、オンエアの7日前がアフレコだったんですけど、でその前日まで台本が届いてなくて、で前日の夜に家に帰ったら、当時あの関熱紙のファックスでこうあるじゃないですか、うちのリビングがこんななってびっくりしてピンみたいなのは、でなんだか分かんないけど見たら、あエヴァの台本らしいってことは分かったんだけど、なんかよく分からないと思ってたら、一番最後の方に安藤さんの直筆で、あの君は内容を知っててもらわないと困るんで送る案のって書いてあって、送る案のでそれをこう折りたたんで、でみんなアフレコの時間に集合したんですけど、当然ですけどカットできてないじゃないですか。でカット代わりがですね、あすみません ごめんなさいね、これの声優さんに話す方が驚かれるんです、ごめんなさい、一般の皆さんには分かりづらいかもしれないですけど、カット代わりが白みか黒みかでタイムコードすらついてないんですよ。どこの白身でどこの黒身か分かんないんだ。分かんない。そしてしかもその中で最初の白身のところにバツが1個出てくる、でその次の黒身を飛ばして次の白身にバツが3個ついてくると、尾形さんこのバツから喋り始めて黒身をずっと喋って次の白身の最初のバツまでがセリフです、2個目のバツは SE きっかけなんで無視してもらって3個目からまた喋ってくださいみたいな、信じられない。そうでしょ、うん、ほら声優さんに話してもみんな信じてもらえないような恐ろしい、信じられない。経験したことないっすよね、そんなのは。さすがにベテランのたけろぐエヴァの現場半端ね。でもまあそういう状況でまだそのぐらいの時代の時は、はい、あの絵が入ってないフィルムが来てたりすると怒り出す先輩がいるような時代で、はいはいはい、そのこんな絵が入ってないもんなんか当てられるかよみたいなことを言って出てっちゃうような先輩がたまにいるような、そういう時代だったけど、そうでした、そうでした、あそこは何かもしてるよね、はい、そういう時代だったんだけど、なんですかね、そのエヴァンゲリオンのスタッフがみんな、あのクリエイターの皆さんがみんなものすごく頑張ってるってことはよく分かっているんですよ。で毎週毎週痩せ細っていくのをみんな見てるんですよ。だから協力をしなくてはならぬっていう空気が、あの人たちを救わなければって、そうそうそう、なんかもうなんとかやらなくちゃみたいな空気が全体に漂ってて、なんでこうみんな頑張ろうみたいな、一致団結ですよ。尾形めぐみの2大キャラ徹底解剖スペシャル、続いては悠々白書。1992年放送の悠々白書、尾形さんは女性人気抜群、鞍馬役で出演してるんですが、実はこれ
それが声優デビューだったんです。え、悠々白書デビュー作なんですか。はい、悠々白書ですよ、うん、あの人気番組の、はい、それもなんかモブじゃないんですよ、ね、ちょっとびっくりだったんですけど。え、そのデビューする前って何やってたの。あのミュージカルをやっていたので。ミュージカル俳優さんだったの。まあ、いいもんではないですけど、うん、あのまあ、劇団に、まあ、中規模ぐらいの劇団にいながら、うん、あのまあ、商業ミュージカルのオーディションを受けて大部屋的な俳優でしたけど、僕だから最初に会った時声聞いて、男の子の声聞いてすごいナチュラルで、はい、これじゃ子役の仕事減るぞみたいなぐらい、もう少年役がぴったりだった。クラマはオーディションだった。はい、どんなイメージでやったんですか、オーディションは。いや本当に分かんなくて、この役で受けに行ってくださいと言われた時に、はいはい、知らなかったので、はい、ジャンプをとにかく買おうと思ってジャンプを買ったんです。尾形さん真面目ですね、意外ちゃんとやるんですね。いや、いや、まあ、一番最初のオーディションだから。もう今並川さん別に百戦錬磨でそんな真面目じゃなくても受かるかもしれませんけど、最初の頃はやっぱりちょっとそういうのありませんでしたか。ありました。そうでしょそんな尾形さんの初オーディション、なんでも恥ずかしい失敗をしてしまったみたいで、でオーディション会場に行ったんですが、声優のオーディションが初めてだったので、宝塚の男役のような花のある声質が欲しいと書いてあったんですよね、オーディション要項のキャラクターのところに。そう、ああ、そう、これは宝塚の男役の人のような喋り方をしなくてはいけないのかなと思ってたんです、うんうんうん、で僕はなんとかだよ、なんとかだよ。おっしゃる通りです。皆様ようこそ宝塚へっていうあの喋り方の感じで、そうかな、ひえみたいな感じのセリフを喋っちゃったんですよ。で、後でそうではないってことをマネージャーに言われて、怒られて、え、違ったんですかね。しまった、失敗した。ちょっと、あ、もうダメですみたいな感じで帰ってきたら、受かっていたんでびっくりして、なぜ受かったんですかと言ったら、その芝居はちょっと変だった。まあ、まあ、だいぶ方向性違いましたね。まあね、まあ、ね、方向性違うからね。芝居ちょっと変だったが、芝居感はありそうなのと、あと一番最初にその役をやる前に、あの青鬼プロダクションの尾形めぐみですって言った自分の名乗りの声が、うん、クラムだっていう風になんか向こう側がなってくださったらしくて、素の声がね。そうです。なんで、うん、まあ、なんとかなるんじゃないみたいな。しかしそんな尾形さんにも大きな試練が。最初のオーディションの時はすごい合ってると思って選んでくださったんですけど、4人並べて最初に聞いた時にバランスが悪いと言われて、で何とかしてくださいって言われて、何とかと言ってもみたいな。でもあのなのでわざと低く落とすのではなく、あの嘘の芝居はしてほしくないけれども、肉体を何とかして何とかしてみたいな、そんなことを言われてですね。それで、まあ、たまたまその声帯を調べてもらったら、すごくあの普通の女性にしてはですね、とても長い声帯の持ち主 で、うん、でこの長さがあると、まあ、要は弦楽器の弦が長いわけですから、面白い、その筋力を男性並みに鍛えれば、うん、その男性に近い声がこの声帯なら出るかもしれないっていうことを言っていただいて、うん、それをなんかそのまあ、よりどころにと言いますか、うん、なんで死ぬほどジムに通ってなんかトレーニングをして、すごい努力家です。あ、いやいや、すごい努力家。いやだってあれでしょ、デビュー作で注目されてるのに失敗したら終わりだよ。確かに確かに。次回の声優コレクションは歴代声優ブームを振り返る。いろんなキャラクターをやってたので、声優さん自体に人気があったんですよ。三ツ矢雄二第二次声優ブーム。声優になる時はあの黒子になるようなつもりでこの業界に来たのに、なぜグラビア雑誌に自分が出ているのかっていうことが謎だったり。尾形めぐみ第三次声優ブーム。ナルトとか鈴宮春日の憂鬱、軽音などですね、うん、ちょっと音楽。並川大輔第4次声優ブーム。声優界の歴史を振り返りましょう。